さあ、続きまして14時代の話をちょっと聞きたいなと。F 社の話最初からやめてしまって言えないことがたくさんある、まあ、言える範囲、僕らは関係なく聞くので、はい、入社されて、はい、最初にやられたのがその重心ハンドブックの測定ですね、はい、で、そうですね、それでやりながら、まあ、すぐ質問したんですよ。その先ほどの思い出の一本、そのビッグワーサードライバーがすごい優しく打ちやすかったんだけど、あれはなんでなのかっていうのを質問したんです。そしたら回答がなかったというか、その、まあ、測定している重心のハンドブックの重心のじゃあ理論だけをいくと真逆なんですよ。あれネックがなくなってるんで慣性モーメントすごく小さいんです、あのドライバーは、うん、だから打点ぶれたら曲がるんですよ、うん、で重心距離も伸びてるってことは、捕まらないんです。だからその優しいクラブですかっていう観点から見ると捕まらないし、心狭いし曲がっちゃうしみたいなクラブなんで、あれ優しくはないんだよねってなるんですよね。でも明らかに自分にとっては優しかったんです、はい、優しいというかスイングをするために必要な情報が増えたというようなすごい感覚だったので、それから結構もうシャローなものがいいんだと思い込んでたんで、いろいろシャローなクラブをこう見てみ試したりするんですけど、やっぱそうでもないんですよね。でだんだんグレートビッケストってなっていくと、そのドライバーもそういう雰囲気はなくなっていくんですよ。だからずっとキャラウェイさんがそのビッグバーサーとしてその雰囲気を保ってたかっていうとそうではないので、やっぱりモデルによってはだんだんそういう違ってくるんですよ。だからその都度その都度時代でその誰もが感じるまっすぐ当てやすさを感じたクラブっていうのはヒットするんです。でもそれは意図的に生み出せてるのかどうかみたいのは別の話。それ今もありますよね。あります。わー、確実にあります。すごいの作ったね、バランスいいねって言ったらさ、はい、次の年とかにあれってなって、はい、あれ、まぐれだったのそうなんです。でもそれが、じゃあ重心距離何ミリ、重心軌道、ほぼ同じになってるんですって言っても違うなってくるじゃないですか。でそこは、あの重心ハンドブックに出てくる重心理論っていうのがなぜ生まれてきたのかっていうところに結構ポイントがあって、それがその前F社のその社長竹林さんがそのプレイヤーとしてフェースのどこに当てたらどういう結果になるかっていうのをその大事に、で出来上がったものを評価するための測定できる重心のポイントっていうところで、そのフェースのバンチみたいな感じなんですよ。重心がどこにあるのかっていうのを後から測定できるっていう部分で、そういう数値の中で、まあ、上手な方がというかゴルフクラブをこうコントロールできる方がよりいい結果になるのにはどういう重心になってればいいか、でそれができない人のためには慣性モーメントを大きくしとけばいいでしょうっていう乱暴な話です。打点がばらついたらその慣性モーメントがカバーしてくれます。で弾道をコントロールしたければ慣性モーメント小さめ選べば当たった分だけ影響が出てくるんで自分でコントロールできますっていうのが、そのまあその当時のその重心理論で、今も多分変わらないと思うんですけど、ここちょっと難しいとこだし、あと見てる人も多分誤解してる人が多いと思うんで、はい、一応あの補足すると、重心位置が今バンチだって言われたのね、うん、でどういうことかっていうと目的地があるの、うん、目的地はフェースセンターでここで打ってくださいっていうのが目的地なの、はい、バンチとは何かって言ったら、あのタバコ屋の影が角を曲がってくださいっていう、まあ、いわばそのタバコ屋のことなんですよ、はい、で誤解してる人はタバコ屋に行こうとしてるそうじゃなくて、タバコ屋に行こうとしてたんだよ俺は。だから松吉さんは何をしようとしてるかっていうと、うん、目的地に行きやすい、うん、そのガイドというか、あのランドマークというか目印になる、あそこの塔から曲がってくださいとかっていう、そこをコントロールすることでより良い結果になるっていうのが重心理論なのよ。よくさ、うん、フェースセンターに当たりやすい形状ですみたいなことを言う、あるよね、あるよね、あるよね、そういうのって存在するんですか？あります。それめちゃくちゃありますけど、それもその重心の理論とかサイズとか、もしくは、そのプレイヤーの歴史まで多分本当はあるので、うん、誰もが真ん中に当てやすいっていうわけじゃなかったりするんで、
そこはその合う人と合わない人っていうのはあるんですけど、うん、でも真ん中に当てやすい、まあ、真ん中っていう表現もあるんですけど、うん、打ちたいところに打ちやすい形状っていうのは多分めちゃくちゃこだわらなきゃいけないポイントなんで、そこが、設計家の大事なポイントなんですよ。今、はい、すごく面白くて、うん、なんでこんなにビッグバス優しいんですかって聞いたら、優しいはずはないんだけどね重心理論で考えると優しいっていう数字にならないと、うん、だけどどう考えてもその現実は優しいのよだからそこの層を松吉さんが、そうですね、そこは受験の中でずっとライフワークとしてそこをどう埋めていくかっていうのは自分の設計者としてのその探求心というか、はい、じゃあそこでそのなんか答えが重心にあるんじゃないかと思ったのが、はい、そうでもないっていう話になって、そうです、はい、これは何を意味してるのか、そこに隠れてる他の何か要素はないんじゃないかっていうのをずっと考えてます、うん、今も考え続けてますし、名器と呼ばれてるものもさ、うん、なんか例えば受信ハードブック見たらさ、うん、みんなと同じような数値になってるじゃん、うん、そうなんですよ、ね、まあ、何があんな打ち合わせかな何なんだろうね、不思議だね、不思議なんだよ、ね、でそれは人それぞれ違うってことですよね。まあそうです、人それぞれ違いますし、例えばドライバーとかになってくると割と同じようなものがそのみんなにはまっていくので、そういうところを外してないのはおそらく例えばセクションさんとかはそのスタートした時からそこを外していないので、あの重心ハンドブック見てセクションのドライバーが他のドライバーと比べてここだけ重心低いからいいんだよねとか、重心距離この保ってるからいいんだよねっていうことじゃないんですよ。だけど日本のゴルファーが何も考えずに打った時にしてしまうミスをしないようなこう動きをしてくれる、それは本当はシャフトも含めたクラブとして提供しなきゃいけない部分なんで、そこがゼクシオさんが多分こだわって20年以上こうやってこれてる最大のポイントだと思うんで、あそこ重心理論で、あのゼクシオを誰も多分評価してないと思うんですけど、そこが多分一番の魅力じゃないかなと。多分まぐれじゃなかったそこは分からないですよいやいやそこは柔軟なんだよ、はい、多分いっぱい試作をしていい結果が出たものとかそういうものを選んでるっていうところだと思いますね。松山さんも芯にしか当たらないって言ってるんでしょ。今回の動画面白かったねすごいね。今回のテーマですけども、はい、何でしたっけ、ウェッジ設計のゲームチェンジャー的クラブがあるっていう話なんですよね。はい、まあその F 社に入って、重心理論を学ばせてもらって、でまあ初めに僕がその担当させてもらったクラブってちょっとまあさっき話も出てましたけど中空アイアンのセットなんですよね、はい、でその中空アイアンのセットを初めて担当させてもらって、どういう目的で設計してるのかっていうのをこう教わって、だから初めの担当だったんですけど、その時に今の世の中でも多分追いついてないというか、当たり前のようにコンボですよ。ユーティリティと今呼ばれてるユーティリティアイアンと呼ばれるようなもの、あの時ユーティリティアイアンって言葉がない時にそういう形状のロングアイアンにした方が打ちやすいでしょう、でミドルアイアンはちょっと中空ぐらいがいいでしょう、でショートバンテは深い重心は絶対ダメだからせめてキャビティにしようっていうようなところで、あれも中空のフローをこうしていくとか、そういうようなことっていうのが当たり前のように設計思想としてあって、うん、で長さもその時長尺ドライバーだったり長いものをやるところだから、あのアイアンも、バンテカンピッチ17ミリなんですよ。それってありそうでなくて、もうなんか2分の1インチピッチっていうのが当たり前。17ミリって何インチぐらいですか？2分の1よりちょっと長いですねなんでショートバンテはほとんど同じ長さ、うん、でもロングバンテは長くなっていくっていうのを、うん、そのセットで使ってもらうためにはそういう風な、うん、バンテカンピッチを今の話はこれの話です。そうですね、あ、はい、これの話だ、ね、もし答え分かっちゃったの？分かっちゃったこれはウェッジじゃないけどね、ウェッジじゃないですか、これは、まあ、あんまりそのこのモデル僕がやりましたってことじゃなくて、これは竹林さんの考えた、はい、そういう設計を僕が学ばせてもらったっていう、はい、その担当させてもらったってところに結構その意義があって、はい、ただこれを実現するためにはデジタル設計してないんですよこれ、うん、さっき言ったように手作業で全部あの形作っていくんですよ、でどうやってこれ中空にして形作っていくのっていうのは僕のあの頑張れるところだったんで、頑張り削って出来上がった工場論、はい、僕があのマスターモデルを作る担当なんで、はい、僕がマスターモデルを削らなきゃいけない、でこの中空をしていくのに
何グラムにする、これ鋳造だと収縮率とかワックスの収縮とか金属の収縮もあって、うん、元の大きさではなくてちょっと大きく作っておいてみたいな、うん、そういうなんで、それを作っていって、これ中空にしなきゃいけないんで、中を空洞にして、で重心合わせなきゃいけなくて、で全部手作業なんですよ。でこのバックフェースの機械加工をするのも、皆さんCADっていう言葉を結構聞いたことあると思うんですけど、あの CAM なんですね。大事な CAM、 これコンピューターの、コンピューターの、支援するデザインだったりマシニングだったりエンジニアリングだったりって言って D と M と E があるんですよ。で CAD っていうのはデザインするのソフトで、で M っていうのはマシニングするソフトで、それは機械加工をどう制御するかっていう、で E ってエンジニアリングの方になっていくと、反発がどうなるかとか、どこが強度が持つかみたいな、その内部の構造の脆いところを探していくとか、そういうためのソフトで、そういうの分かれてるんです。 E は何て呼べばいいんですか？ CAM ですね。CAM っていうのがこの、加工する方側の人にとっては大事なところで、で昔の削り出しパターンは3次元のデータないんですよ。でも削り出しのパターンあるじゃないですか。ありますね。あれは CAM の技術というか、加工パス、どうやって刃物を、どの刃物をどの高さでどう動かしたらあのパターンの形ができるみたいな、そういうその加工プログラムを作っていって実現していくんですね。でも何グラムになるか分かんない状態で、3次元CADを使って先にデータすると何グラムで重心がどこにあるまで分かりますけど、その当時の計算じゃないしパターンは何グラムになるかは分からないけど、その加工プログラムでもうちょっと軽く、もうちょっと軽くとか、そうやってできていって、このプログラムで削れば320になりますよみたいな、そういうふうにして、その加工プログラムを作っていくっていうのが、その設計のその技術だったりっていうところなんですよね。一番最初に作られたっていうのは、そのあれですか？で、その担当になったのはそれです。まあ他のメーカーさんの設計とかも、他の自社のものも、そのアシスタントというか、手伝いをこうさせてもらうのは当然やりながら学んでいってて、で、そこでじゃあ初めて担当ねって任されたのが、もう世の中にないですか、それ超有名なもん。名前はダメなんですか？そこまで隠しとこよ、面白い。何年ぐらいそこまで、まあ、下積みじゃないけど準備っていう。いや、そこは入社して1年後です。だからその1年まで僕はめちゃくちゃその、なんていうんですかね、その加工プログラムを作るっていうところが多分得意だったんだと思うんですよ。だから他のメーカーさんの設計のバックフェースの中に特徴的な形を作るとかっていうのも、結構僕その三次元上に面を張るようなイメージで、そこの加工パスを作っていって、あの四角形とか三角形とかそういうものを作っていくみたいなのをやって、あのメーカーさんに提案して、これこんなここもちょっと直してきますって言って、プログラム直して15分ぐらいで削り直して樹脂で見せてみたいな、そういうのをやったりして、そういうそのキャビティの中の凸の形状をデザインするっていうのも CAD じゃなくてCAM の技術、加工技術でそのやっていくというような、そういう方法なんですよね。これがね、うん、過去のゴルフクラブの歴史にない形状なのよ。へえ。だからなんで要はマスター作れって言うのは簡単だけど世の中にないもの、伝統的なゴルフクラブの形状とは明らかに逸脱したものを、どうやってこんな感じかなと思って、どうやってデザインすると、これはやっぱりそこは竹林さんの素晴らしさというか、そのこういう数値で作っていったらこういうグラムになるはずだからっていう基本設計数値を作っていくんです。例えばフェースの長さどれぐらいにするとか、ソールの幅どれぐらいにするとか、分かりやすいところはそうですけど、そうじゃないいろんなノウハウがあって、うん、こんな感じで作って、フェースの形状もこんなイメージで作って、でもそこで担当させてもらってるから、いろいろ話しながら、あの例えばじゃあブレードは広くしようか狭くしようかとか、そういう話とかをしながら、最終的にこんな数値で作ればきっといいものができるはずっていう、その基本設計をするんですね。その基本設計をするできるかどうかっていうところが、本当は設計家の最大のポイントなんです。だからこの基本設計してなくって、発想で何か作ってっていうだけは発想者であって、誰でもできるんです。すぐ誰でも入るパターン作って誰でも言えるんですよ。でもそれを作るためには、どのサイズでどうしてどういう風にしていくかって考えることが設計なんで、それを誰がやってますかっていう部分では、その F 社の設計はその竹林さんがそれを考えてやるっていうところなので、そこがやっぱりその本当の意味での設計家っていう部分で、僕はそこに形を作る方から担当させてもらった後、うん、全部を決めて全部を自分でやっていくっていう方向に、うん、あの進んでいってるので、うん、
今はもちろんその基本数字設計もその形状も全て自分で当然考えてやりますけど、当時はその形を作るっていう仕事から、でもそれが機械加工で空中に浮いた状態、もともと自分が手で削ったものを座標を取ってそこにちょっと入ったとこぐらいに可愛い曲面を貼って、うんうん、そこに浮島みたいのをイメージした、うんうん、残るように加工プログラムを作って、で機械加工の跡って残るかなって言われたんでちょっとやってみますって言って、機械加工の跡がわざと残るように筋をつけていくとか、でもそれマスターモデルなんで絶対それ傷つけられないで、うん、それで型取りするんで、そこにスプレー吹いて樹脂でカバーするとか、そしてもう絶対傷つかないでみたいなことをやりながら、でそれも筋の加工も刃が進む方向で模様変わっちゃうんで、行ったり来たりしないで全部同じ方向にこう行くとか、そういう細かいことそのまま型に出ちゃうんで、そういうことやりながら、でこれぐらいにしておくと重心どれぐらい深くなるかなって、だんだん浅くしていきたいんで、そのキャビティの中にこうだんだん埋まっていくように、少しずつ、でも平面じゃないですから曲面をちょっとずつ埋めていきながら、自分が手作業で外側で削ったものに合わし込みながら、その中のしましまだけを削っていくプログラムを作るっていう、中のしましまだよく見ると確かに縦の線が入ってますね、はい、あれが結構なんですね、これを加工パスの筋を自分で作って島残すっていうのも指示をしてやるっていうのが、それが3次元 CAD ではなくて、まあ要は加工ソフトというか CAM ソフトを使いながらそういうことをやっていく、で中の中空は手作業でこう電動のヤスリみたいので削っていきながら、肉厚測りながら、これ以上薄くしたら強度やばいなとか思いながら削っていって、で全体像をイメージして、どこに金属のボリュームがあるかで重心性能がだいたい決まってくるんで、そこをこう外さないように形作りしていくっていうのが、まあそのいわゆるそのマスターモデルを作るマスターモデル職人としてのその技というか、そういうのはだから自社のものはそうですし、他のメーカーさんのもそういうのをやるっていうのを結構何個もこう経験させてもらいながらっていうのが設計者としてのスタート、うん、その一本っていうのがその初めての担当がこれだった、うん、でもそれが形状はコンボでもいい、形状も世の中にないもので、うん、長さもじゃあ17ミリピッチにしたら重さ何グラムピッチにするのとか、そういうのとかも理解して設計していかないといけないから、それを今世の中で今コンボがいいのどっちがいいですかって議論が出てますけど、それもう20年以上前に設計してますよっていうような、中空アイアンで番手別設計言ってますけど、当たり前のように初めての担当したモデルからそれやってますよっていうことなので、そういうところはやっぱりその F 社の竹林さんっていう方がそのどれだけその発想がこう豊かだったというか、そういうところなんじゃないかなと思いますね。ただその中に初め受けた衝撃をどうその、まあ、入れ込めるかっていうのは、まだそこにはまだ僕の能力も全然ないですし、まだとにかくこう覚えていく段階で、でもそれを携わらせてもらったっていうのは、何ていうんですかね、設計に自由度があるんだっていう、うん、そういうことっていうのは一発目からがそれだったんで、しかもあれは劇的な成果を、結果的にですね、出てから2年後ぐらいにそのロングアイアンだけが注目されるっていうそういうそういうことなの。これでわかるんじゃないかな。H がつくね。H がつく。H がつく。まあ数字が並ぶね。ああ、そうです、ね。ああ、そういうようなモデルでしたね。やっぱそれはあの本当に担当させてもらってすごいありがたかった。ちょっと仕事質問なんですけど、そのクラブの設計するにあたって今いろんな話あったじゃないですか。はい、そのいわゆる、まあ、設計だったりプログラムだったりの技術のベースは結構学生時代に学んだものが使えるんですか。それとも会社に入ってからもう本当に新たに覚え直すことばっかりなんですか。会社に入ってから覚え直したことばっかりだと思いますけど、でもそこには大学で学んだその材料力学の部分であったりとか、そういう金属のそのどうしたら変わっていくのかとか、そういうのとか、例えば機械加工したら絶対ぴったりの精度ができると思うじゃないですか、うん、でも例えば真鍮とかって中に残留応力っていうのがあると、うん、平らに機械加工したものはずがあっという間にねじれてこう、うん、平らじゃなくなっちゃったりとか、うん、そういうこととかも起きたりするんで、やっぱりそういうその材料を扱うためにはどうしたらいいのかみたいなのはやっぱりある程度大学の授業の中でそういうことがありますよとか、加工していく間にだんだん刃物にカスがついてって寸法精度が変わっていきますよとか、そういうのこととかも一応学問としては習ってはいますけど、金属加工をしてみんなそれ言う、いやー刃物も変えてそうですね、だそういうところを自分はその手作業でその機械加工も手で
送る機械加工でマスターモデル削ったんで、フェース面をどんだけ平らにするのにどれぐらいゆっくりでこうあのフェースを動かすか、それちょっともう面倒くさくなってバーって回すともう刃の跡がいっぱいついちゃうとか、場合によっては機械金属に巻き込んじゃってカーッてあの壊しちゃうとか、そういうこともあるんで。壊したこともある。ありますよね。手にかかるあの感覚でどれぐらいの速さで送れば刃に抵抗もないし綺麗になるしみたいなのも、それが手の感覚ですね。それをコンピューターに指示するんだったら何メートル毎秒の速さでこの回転数で加工してって指示すればいいんですけど、それが正しいかどうかは手の感覚があるから分かるっていうような、そういうところがもともとマシニングしていく技術の根底にはそれがないと。今もそのクラブ作りではそういう感じなんですか？あのベースはそうです。でそこだから結局刃物を使ってどういう、例えばキャビティの中でもデザインするときにどの方向から刃物が入ってきて削るかなとか、その刃物がどれぐらい細いのか太いのかで振動しながらね、なってしまうと寸法交差がずれちゃうので、そうならないぐらいのデザインしなきゃいけないとかっていうのを理解してキャビティの中のデザイン考えるとか、そこまでできてるとドンピシャでものができるんですけど、それができてないでイメージだけでこんな感じっていうと、加工する側の人がこれじゃ加工できないから加工できる形状に直しちゃえみたいな風になっていくので、デザインイメージと完成品があの合わなくなったりっていうのを自分が加工してるったので、それをこう合わせていくっていうのは、ね、そうだね。ゆっくりだったらまあゆっくりだったらこう綺麗に削れるんでしょうけど、今度、はい、時間かかると1個単価がかかっちゃう。そうですね。だからそれどれぐらいの速さで送って、どれぐらいの刃で、じゃあ刃はどれぐらい交換すればできるのかみたいのも、それはそれぞれのプロフェッショナルの方の方が当然自分よりも知識もあるし、当然上の方がなんで任せた方がいい部分もありますし、でも共有してそれを初めの設計に織り込んでおくっていうのは、そういう経験をしたから割とできてる方かなと思いますね。だいぶついてこない人が増えてる。ところで、はい、その今回のテーマ そのゲームチェンジャー的な、はい、でそっからクラブっていうのは、まあ設計は、手作業から、それじゃあこれ 3D CAD っていうのがあの技術革新として一般的な企業でも買えるぐらいの値段になってきたんですね。何年くらいですか？それが本当に98年とかぐらいの頃に、うん、だからすごい大盛況で、このビッグサイトでイベントやって、もう CAD 屋さんがいっぱいイベント出していろんなもん配って CAD 買ってくださいみたいな。多分皆さんが多分知ってるところだと、何年か前に 3D プリンターがすげえ流行るみたいな雰囲気が出て、結局あれ使いこなせてない人がほとんどだったりとか、 CAD も同じで、 CAD っていうのが手が出るデザインになったからみんな買いましょうって言ってやったけど、使いこなせないからやめちゃったっていうところがほとんどなんですよね。そういうそのキャドが出てきて、それをゴルフクラブで作れないかっていうふうに言われて、それをやり始めたのが多分僕のその今一番大事なポイントになってて、でそれをやるのに、まあ手作業でやってたことをコンピューターの中でもやってみようと思ったらできるようになった。それできる、コンピューターかけるのまで1年ぐらいはずっと悩んでたんですけど、かけるようになった。でも実はそれできる人ほとんどいなくて、うんうん、あの諦めちゃったところがほとんどなんです、うん、だから CAD でゼロからデザインしてるところっていうのはかなり少なくて、うん、今もそんなにいない、はい、で、あのその代わり今リバースエンジニアリングって言って、その今なんかスマホでもできちゃいますけど、うん、あるものをカメラで撮影してそれを3次元データに変えるっていうことができるようになるのが、昔はそれも何千万する機械をしなきゃ使えなかったのが、今はスマホでも簡単な 3D データだったら、いろんな方向から写真撮ったら 3D データできるな、無料のソフトもあったりするんで、そういうのも使いこなせればとりあえずデータ化はできます。データ化したらそれを例えば反発係数何かなとかをやっていくのは、キャエのデザインとはちょっと違うところ、デザインは手作業でやらなきゃいけなかった、だから手作業でやったものを修正していくのは CAD でやりますけど、うん、みたいなところでゼロから作っていくっていうのはちょっと違うんですよね、うん、でそういうのをゼロから やったっていう、初めて 100% CAD で描いて出したっていうのも F 社でやった時の、それも中空アイアンだったんですよね、うん、だからルックスはマッスルバックで、その普通のクラシカルなイメージのルックスしてますけど、うん、それがフルキャドで作った初めてのモデルですね。これ
それです、それです。何でもある、ね、何でもあるね。そのこれがこれはでもびっくりしましたよね、やっぱね、こんなんなかったから今。そうですね、これ本当に。でもこれをその一切コンピューターでやった雰囲気ないじゃないですか。でもこれが初めて 100% CAD で描いてデータ作って、やっぱだいぶ先行ってますよ。2020年代にこれが出ても全然遜色ない感じ、ね、はい、これ多分2001年とか、そうそう、20年先行ってたぐらいですね。何それ、えこれはでもあんまり有名じゃないですか、はい、これがでもあのゼロから CAD で全部描き出した初めてのアイアンセットっていうところで、これもやっぱり自分のキャリアとしてはですね、これで、うん、うちがこれでフルで描けるようになったんで、これもシステムを売ってた、メーカー、 CAD メーカーさんがいろんなゴルフメーカーさんに、これでうちの使えばゴルフクラブ作れますよって言って売り込んで、結構各社にくれたって言って、その営業担当の方にすごい ありがたがられたことがあります。でも実際は簡単じゃないんですよ、そのコンピューターの中で描き出すっていうのは。今 CAD じゃなく作るっていうのは何、うん、どうやって作るんです？手作業で、なんかこう木を、はい、彫刻みたいな感じで削ってみたいな、まあ金属でやってるところもありますし、樹脂でやったり、うん、もっとあったものに樹脂持って削ってみたいな、ベースがあってそれを直していくから、ネック周りとかまでは前のモデルと一緒だけど、後ろ側だけちょっと大きくしたりちっちゃくしたりしましたよとか。なんかこういうの見たことない、モックみたいな。モックはなんか見たことある、うん、この間あそこで行ってね、ワイシャで樹脂のモックちょっとね、ワイシャ で、はい、あれも3次元 CAD で作って、うん、3D プリンターで、うん、プリントしてとかって、うん、あれで使ってる人を 3D プリンター、そうですね、結構今は多いですね。そういうことをやって、だからウェッジとかもそうやってその何もないとこから生み出していくっていうところがやっぱりできるようになったので、プロが使ってるとかいろんなっていうのをそのデータとしてどういうふうに作ったらそのどういうふうになっていく、良くなっていくんだっていうようなところがその蓄積されていくっていうのはやっぱり奇跡の一個じゃないっていうのが続けられていくっていう強みなんで。削って1個をスキャンしてとかやってても奇跡の1個しかないんですよ。次のモデルが同じように良くなる保証がないので、うん、こうデータとしての積み重ねがないと、はい、次に繋がっていかない。そうですね、そこ長年のゴルフクラブ界のそすごい問題なんだよね、はい、だから研磨職人が、うん、大事にされるのはいい形状を同じように作れる職人がいなくて、すごく俗人的になるわけ。そうそうなっちゃうとね。だから樹脂の例えばエッジとかフルミルドで作るのも結局そういうところからの問題意識からですね。そういう問題意識、うん、まあ、その目的で。日本酒もね、もう杜氏じゃなくてコンピューター制御で、そうなの、ね、だお酒の話だろうね。獺祭とかはさ、これもう白衣着たさ、うん、学生上がりの人がさ、全部温度から湿度から何管理してやってるとか、ね、うん、まあ、人間の感じだね、うん、まあ、人間の感覚すごいんだけどね、うん、プロの感覚ってやっぱすごいから、はい。まあ、そうやってそのフル3次元で作れるようになっていったので、うんうんうん、ウェッジ設計っていうのもそういうところに行くようになったと、うん、でそのゲームチェンジャーのウェッジ、やっとそこの話になるんですけど、これはまあオーティン社 F 社だとそのウェッジっていうイメージがあって、はい、でそれってスピンが強烈にかかるウェッジっていうところがやっぱりスタートだったと思うんですよね、はい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 、でそれでそのスピンがかかる理由はスコアラインがシャープだからという一番分かりやすいポイントがあって、でそれを R&A USGA がルールを変えてシャープにしないようにしましょうっていうようなルール作りをしていこうってなったんですね。溝規制ってやつですね。そうですね、はい、2010年、うん、その時にまあ外部の評価としてはあの会社終わっちゃうよね、でもその特徴を活かせないんだったらウェッジ終わりだよねっていうふうに言われてたんです。だから前のモデルを買い占めておかなきゃいけないぞみたいなこともあったりしたんです。でもその時にまあチャンスだと思ってましたし、結果的にそれがチャンスになってより進化していったっていうのは、その辺がそのウェッジの設計のゲームチェンジャーとなるモデルっていう、じゃあ後の時代ですね、ところですね。あの溝規制は意味はあるんですか？ある程度あります。
ただ今の話は本質はそこじゃないぞ、はい、っていうことですよね。そうですね、はい、ルールでそれを止めたところで分かってないなっていう部分もあるっていう。そうですね、その辺がやっぱり、うん、あの今のウェッジ選びにも大事なところだと思うんですけど、やっぱり歌い文句売りたいっていう気持ちとは別にゴルファーとしてどう使いたいかっていうところを常に考えてなきゃいけないっていうのは、その思ってます。で、重心理論もその分かりやすくするっていうのも大事ですけど、発想のスタートはさっき言ったみたいにゴルファーの感覚を数値化するという、ゴルファーがこの数値を選べばあの感覚で打てるんだっていうためのものなので、これが勝負しててこっちがより低いからあの低い方がいいですとか、より深いから深い方がいいですっていう、そういうための数値ではなくて、自分が使うんだったらこのぐらいの数値のこの感覚のものだったら、ああ使えばいいんだなみたいな、そういうためのものなんですよね。なるほど。だそこがやっぱりウェッジスピン性能とかって言っても、その一箇所のどっかの強烈なスピン、フルショットした時のスピンとかそういうことじゃなくて、プレイヤーがどんな時にどんな球を打ちたいかっていうのを実現するかっていうことの方が大事なので、そこをどうやってやっていくかっていうところをこうやったっていうところが、その、うん、そのゲームチェンジャーになったウェッジをですね、はい、どうぞ当ててみて今のルールが変わったやつですか。結構ヒットしました。それはまあ、そうっすね、ヒットはヒットだとは思いますね。うん、こんなあれしか思わなかったんですか。え、もう分かった。28番じゃなかったのか。2001年のあれじゃなかった。ないっていうか、ないんですよ。だあれはさ、俺も持ってるもんだって、うんうん、今の会話 V2 とかあれあったやつでしょ。じゃないっていう会話なんでしょ、だって、うん、じゃないっていう、その溝規制後でしょ。初代ではないってことですね。そうすると初代だと思い込んで聞いてましたからね何代かってことだね。この辺かな。うん、違いますね。違いました。それも会社にとってはとっても大事な意味があったところですけど、だから溝じゃない、溝じゃない良さを出したもんですよ、ですよね、うん、あれでしょ、ちょっと熱くなったやつじゃないですか、上の方が。違うんですか。お逆テーパー来たよ。でしょ、来た。それじゃね、逆テーパー来た。それだよ。俺はなんかそんな気がするけど、でも多分白山さんが覚えてるのは松吉さんの言う、いやうちはそれ一言も言ってないんだけどねみたいな、多分そういうので覚えてると思うんですよ。いや、なんか俺それ聞いたことあるんだよ、はい、その話は違うところで松下さんに聞いたことが、うんうん、モデル名は分からない、はい、どこから変わったのか。それはスマホで調べてるのはずるい。僕の脳みそではもう出てこない名前とか。逆テーパーですよ、うん、逆テーパーですよね、うん、逆テーパーのモデル名なんだっけっていう、それを一番初めにやったやつですね。今も結構多いですよね。もう増えたっすよね。コロナってそれです。何もう言ってください。どうぞ言っていいのかな。モデル名だけだった。 V4 って MD28 の V4 っていうモデルがあって、でそれが初めて多分逆テーパーを、はい、逆テーパーと言われてるのは何かっていうと、その上部構えた時に上の方を厚くして、うん、下を薄くしてでもソールを厚いっていう、うん、重量がこうなるっていう、上の方が重くなるってことですか。まあそうですね、まあ簡単に言うと上の方が重くなるっていうような感じですね、うん、なんでフェースの上の方が重くなる。今はもう常識になってしまった。各社がやってるっていう、あのエポックメイキングというか、そのゲームチェンジャーというポイントで、そのだウェッジの性能をどう高めるかっていうのが、スピンがかかるかからない、もう溝が規制になっちゃうみたいな思っているときに、もっと本来ウェッジの使いやすさだったりとか、うんうんうん、そういうことをどういうふうにしていくかっていうのは、その重心理論ないんですよ。ウェッジでその時に、例えばウェッジの重心距離何ミリと何ミリでどっちがいいですか、重心高い低いでどうですとかっていうよりも、ウェッジってやっぱりもうボールの当たる前にソール当たったら宙に浮いた状態でのインパクトじゃないんで、重心性能がどんだけ弾道に影響するんだっていうと、そこまで影響しなかったり、でもソールの当たり方はかなり影響があったりとか、
っていうところがあって、でも僕がこの今回このお話いただいて一番初めのテーマに出したあの一本からずっと自分が、うん、あのこっそりとずっと考えてることが、インパクトまでのゴルフクラブが何をこう伝えてくれるかという、そういうところを大事にしているので、そういう部分で、当時のプレイヤーの方は昔はカット軌道でスピンをかけてスピンをかける、でも溝でスピンがかかるようになった、でも実は溝だけじゃなくてウレタンカバーのボールが出てきたっていうのが同じタイミングであったので、はい、相乗効果で強烈なスピンがかかってた、しかもそれが長い距離ではなくて中間ぐらいの距離のスピンもかかるから有効だったんですね、あのトッププレイヤーにとっては、一般の人にとってはトッププレイヤーほどあのヘッドスピードがないので、そのヘッドスピードの操作でもあのフルショットでスピンがかかるっていう部分でその溝の面白さっていうのがあるんですけど、トッププレイヤーの方にとってはそのフルショット領域じゃはスピンかかりすぎるの困るので、そこ以外のスピン性能っていうところが溝とボールっていうところだったんですけど、それをじゃあ溝がダメになったらあのどうやってまたスピンかければいいんだとか、そのサイドスピンをかけたくないからっていうような時には、バックスピンがかかる打ち方をカット軌道じゃなきゃやっていかなきゃいけないんですね、そういう風になった時にウェッジを安定させてスイングしていく、そのスイング中のヘッドの挙動を安定させなくちゃいけないっていうのが大事なんじゃないかなというのを考えてたので、そういうデザインをこう考えていく時に、あ、じゃあこういう部分をこういう肉厚に変えていったら、そういう機能を織り込むことができるんじゃないかっていうので、あの当時溝全くないウェッジでそのボディ形状だけで違いが出るかどうかのところを実際にアメリカのプレイヤーに打ってもらって、こんなスピンかかんねえよって言って打った瞬間になんでこれスピンかかんのみたいな、そういうようなことだったりとか、そういうことで裏付けを取りながら形状でウェッジ性能を高めていくっていうのをあの打ち出したっていうのが V4 ですね。だからその時は終わったと思われてて、多分 V4 はまだ溝規制前の最後のモデルなんで、これ溝規制もあのその後の V5 につながっていくんですけど、その形状っていうのがやっぱりウェッジのどう打ちたいかの一つの性能として、それが全部ベストではあるわけじゃないですけど、一つの性能としてそういう性能があるっていうのはそのいいんじゃないかと、でそれを出してアメリカに持ってった時に、向こうのプレイヤーが打って何発か打って、お前天才だっていうふうにあの言われたんですよ。それがすごく嬉しくて、やっぱりその時には間違ってなかったんだなって、そのフル使う人のその、 あの感覚に合ったものが作れたんだなっていうのが、その当時のその思い出の一本というかですね。もう今はね、割と逆テープいろいろありましたけど、もう何も言わずにドシンプルに、ちょっと逆テーパー気味になってるウェッジしかないというか、そうだと思います。あのボーケーさんがそういうのを取り切れた時も、向こうの選手とかに、ついにお前のところの真似したなみたいなそういうふうに言ってもらえたりとか、SM6 かね。でもやっぱりボーケーさんはやっぱり生のあれを突き詰めてるので、それが本当に必要かどうかっていうところも、さらにこうあの進化をさせてるからさすがだなって思いますけど、2008年に出た V4 が、はい、初めて逆テーパーブレード を採用したと、はい、ヘッドの重量をこう上部にある程度そうですね、やっていくウエッジのデザインみたいな、それなんかのあんまりその自分がどうこう言うつもりはないですけど、ここ数十年とは言わないですけど、日本初で海外でのメーカーもそれやろうよってなってくものってゴルフクラブほとんどなくて、海外の方のメーカーの方が先にやったものを後から追っかけて真似していくっていうことがやっぱり増えてしまってるんですよね。でも初めての何かこういう違うものを生み出すっていうのが、僕は設計家としてそれをやりたいっていうのがすごくあるので、そういう部分では今もなおそういう形状をしていった方がウェッジが使いやすいっていうようなのを世界中のメーカーが取り入れてくれてるっていうのは、自分の中にとってもこのゲームチェンジャーになった設計の一つなのかなっていうのは、ここ10年余りで日本初で世界にバーッと広まったアイディアがね、あるんですよ1個。はい、何だと思う？何？
ストロングロフト7番で28度以下のストロングロフトは、そうですね、今最初はクレイジーって言ってたんだけど、はい、だんだんアメリカ人もこう真似するようになってやっぱみんな飛ばしたいっていう、ね、俺たちが発信したのはそのくらいなるほど、はい、でも逆テーパーはもう確実にこの10年で、そうです、10年余り定着、もう当たり前になって、当たり前なんかもう言われなくなっちゃった、ね、その形状になってても違うものとは思われない、うん、ウェッジってこんな感じっていうイメージまで定着できたっていうのは、うん、多分これがスタートだったんで、そういう部分ではまあ設計家としては一つまああのなんかこうやってやったとまではないですけど、良かったなっていうところですね。はい、だいぶ長かったけど。いいたどり着き方じゃあ一旦ここで終わります。はい、はい、ありがとうございます。